この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんです。北原さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。なんかもたついた展開に見えるんです、はい、どうご覧になってます？もたついてますね、はいはい。でも地合いは悪くなってないと思うんですよね、はい、確かに上値重いですけれども、先週ね、メジャー SQ やそのアメリカの消費者物価指数などの、まあ、イベントを得て、まあ株価が底堅く推移したということで、まあ、ここは一つね、投資家の買い安心になったと思うんですね。なるほど。で、あと G7 のサミットで前首の首脳が日本のアメリカ、あ、ごめんなさい、五輪の開催をこう支持したじゃないですか。はい。はいはい、ですから、その、五輪の開催の中止はね、どうも回避できそうだということで、その五輪開催に向けて、まあ、日本が一歩こう前へ進んだことはもう間違いないわけで、はい、そういったことが一つ買い安心感につながると思うんですね。そうですよね。安全安心に心がけてやるって言ってるようにはみんな信用してないからいけないんですよね。そうですね、はい、言ってるんだから信用したらどうよと思いますが、まあ、そういうところも出てきたというところですね。はい、はい、と思いますね。あとご指摘にもありますけども、トピックスの方が上回ってますよね、明らかに。はい、時価総額の大きいトヨタが、ね、高値圏でしっかりしているというのもあると思います。はい、で一方、日経平均株価の指数インパクトの大きいファーストリテイリングとかソフトバンクグループ、はい、ちょっとこう調整局面にありますけれども、底堅く推移していると見ることもできると思うので、トピックス良いながらも、両指数とも日本株市場は底堅い展開が続いていると言っていいのかなと思います。日本株の地合いは悪くないな、こんなふうに思いますね。ただ上がってないだけですよね。はい、あんまり贅沢を望んじゃいけないっていうことですかね。そうですよ、やはりこの何年かぶりにこの、ね、株価水準にあるわけですから、はいはい、もたついてもね、そこはこうこれからの上昇に向かうための地固めと言いたいと、そんなふうに個人的にはね、期待を込めて思いますけれどもね。だからすぐ格言忘れちゃうんですよね、底値に100日上げ3日みたいなね。練ってる日の方が多いんですよね、みたいな。そうですよね。でもついついこう上げて上げてっていうのを期待しちゃうんですよね、どうしてもね。そうなんです、ね、はいはい。さて、そういう中で、はい、そうは言ってもやっぱり日本株の巻き返し期待感ありますよね。あると思いますよ。だって、ね、ワクチン接種も想定より早いスピードで進んでますし、はい、五輪もやる、景気は回復してきている、で欧米の、ね、株価が割高になってきたら次に投資する先はどこですかと聞かれたら、やっぱり日本じゃないかなというふうに思うんですよね。そうそう、だから連日その例えばダックスが最高値更新とか言ってる割に、はい、そうかなと思いますもんね。でもしその、ね、日本のこの選挙の、ね、こう解散総選挙までこうもたつくとするとしても、はいはい、その先 その景気回復とかこの経済の、ね、こう対策をこう政府が打ってくることをこう期待すれば、日本株はもう今からこう銘柄を探して押し目買いを、ね、するタイミングじゃないかなと、まあ、これも期待を込めてなんですが、はい、個人的には思ってます。だから前期、まあ、3月決算で終わりましたけども、コロナにあれだけ悩まされたのに3割5分以上の増益、はい、から今期もほぼ3割増益ですよね。はい、そうなんですよ。鉱工業生産の方も数値は改善してますし、はい、景気動向指数も改善が進んでますから、はい、そういった意味ではもたついてもここから先への期待という、まあ、地固めの時期だと思いますね。だから表面上のこう外部要因に右往左往させられちゃうのが好きな東京市場なんで、はい、やっぱ根本のところの業績だとか経済指標を見つめましょうねっていうことになるんでしょうね。そういうことになると思います。はい、はい、さてそういう中で、業種別株価指数の高値月2021年とありますが、2月からこれ6月末ですね、はい、6月までですね。はい、そうです。で21年3月この3月高値をつけた業種が多いので、まあ、トピックスもこの時期に、まあ、昨年来年初来高値を、ね、更新しましたね。はい、で、まあ、注目したいのはこの2月の3月のところで、はい、2月にこう一足早く高値をつけた電気機器、はい、まあ、銘柄の中には5月に下落した時に、まあ、安値をつけたんですが、はい、そこからこう反発している銘柄も意外と多いんですよ。
で、まあ、そういった銘柄がどういう動きをしているかというものを見たものが、まあ、4ページ目なんですけど、はい、例えばこの後ですね、4062イビデン、はい、そうなんですよ。ここからこうね、こう反発が始まりましたよね。始まりました、はい、はい、でちょっとここで業績云々よりもちょっとテクニカルの方にスポットを当てたいんですが、はい、テクニカルではその株価が上向きの200日線に向かって株価が下げたときは、はい、トレンドの転換はしていないということで、逆にこう、押し目買いスタンスというふうにこう見る見方があるじゃないですか、はい、実際そこまで株価下がったときにこう実際買えるかっていうのはちょっとこう勇気のいることで、ちょっとそこはあの置いといて、はい、置いといて、はい、そのテクニカル面で見たらその押し目買いというまあタイミングなんですよね、はい、で同じような動きをしている銘柄はソニーとかパナソニックとか安川電機もそうなんですよね、はい、はい、なんで、まあ、今回このイビデンについては、まあ、半導体パッケージ基盤のまあフル生産が続いているということもありますけど、はい、やはりこう業績の拡大が期待できる銘柄にはこうしっかり押し目買いが入っているんだろうというふうに見ることができると思うんですね。これテクニカルの教科書みたいなチャートですね。そうなんですよ。意外と、その今こうオシレーター系指標がなかなかこうね、こううまく使えない時期ではあると思うんですが、はい、意外とこのシンプルな移動平均線が今使える時期だと思うんですよ。これグランビルなんかよく、はい、よくこれ使ってくれたねって言いそうですよね。本当ですね。本当ですよね。天国からそうそうなんかおっしゃってるかもしれないですね。はい。はい、じゃあの逆にですね、はい、じゃあその200日線を下回ってしまった銘柄っていうのはもうダメなのかというと、はい、意外とそうでもないなっていうのが私の結論なんですよ。はい。でそれを見たのが銘柄スクリーニングで5ページ目なんですね。はい。これ200日線は、はい、あの茶色っぽい色です。これ右下3割の移動平均線になってるわけです。200日線というか、あ、そうなんですよ、はい、もう株価がこう下げて200日線もこう下回ってきちゃったんですけど、はい、で株価がこう安値からこう自立反発に向かっている銘柄、こういったものが今後200日線をこう超えてくるかどうか、トレンドが変わるかどうかというのを、まあ、見る上でもやはりその自立反発の局面にある銘柄というのをまず押さえておきたいなということでスクリーニングしました。これあの投資心理的にいくと200日線割れ込んだ瞬間にああしばらく時間かかるよねってこう思っちゃってあんまり目にしなくなりますよね。なんでちょっとこう時間を置いてから改めてこう見るとこう 見え方が変わったりしますね。変わります。だからこれあの反発に転じて逆に200日線抜けたら、はい、ここからいけるかなみたいな、ね、感じの銘柄群でしょうね。はい、はい、どんなのが出てきます。はい、でこれで出てきたのがこう 2ページに分けて書いたんですが、はい、16銘柄今日持ってきました、はい、で今回言いたかったのはこう200日線に対してこう 10% 以上下方乖離してしまった銘柄は、はい、うん、逆に今度はこうあの戻り売りに、ね、こうされやすいので、まあ、10% 以内の銘柄にスポット当てて探してみました。はい、でこれを見ると今日この資料6ページ目にある神戸物産なんですけど、今日上がってますよね。上がりましたね、はい、もう金曜日までの、ね、チャート形状だと、うん、このままコロナ特需になった銘柄は厳しいのかなと思ったんですが、はい、やはりこう成長している銘柄で売られてしまったものはこう業績がこうしっかりこう裏付けがあるのでそういった銘柄はちゃんと買われるんだなというのが、はい、まあ、改めて確認できたかなというふうに思うんですよね。つまり200日線を 10% 近くまで割れ込むまで売られたのは決して業績じゃなくて需給だった話ですよね。はい、はい、多分そうですね。あとこう業種のトレンドの、ね、何かこう循環というのも、ね、何かあるのかもしれないですね、はいはい、でまあ、こう見るとだいたい去年こう売られた銘柄がこう反発しているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、これ、はい、例えばメディカルデータビジョンなんかもいますけども、これ業績面は別に悪くないんですよね、はい、ただまあ、あのそうなんですよ、トレンドで売られてますよね。はい、売上高もね 18% 伸びてますからね、はい、悪くないんですよ決して。で7ページ目にあるヤオコも昨年のコロナ特需並みの、ね、業績計画出してますから、これ埼玉中心のスーパー、まあ、関東のスーパーですよね。すごいいい業績ですよこれ。 業績いいですよね、はいはい、月次もしっかりこう出してますし、はい、で
この中でこうさらにこう自立反発局面でこう200日線に近づいている銘柄の一つとして今日グリコご紹介したいと思います。ご紹介というか、まあ、ちょチャートを見ていただこうと思うんですけれども、グリコ、このようにあの先ほど見ていただいたイビデントはこの逆の、ね、はい、動きをしていると思うんですよね、はいはい、で昨年の6月にグリコ5330円の高値をつけた後ずっと下げ基調だったんですが、この4月の4080円から、まあ、上昇というか、まあ、自立反発に、ね、こう転じた動きが続いています、はい、でこのままいくと、まあ、今日もあのテクニカル的なお話をまたさせていただきますが、はい、まあ、ダブルボトムとなる可能性があるということで、5月の戻り高値4375円超えてきてますから、今度はここがね、下値の支持としてこうしっかり下げ止まるかどうか、まあ、ここ見たいと思うんですけれども、これ一つこの試験なんですけれども、はい、株価がこう上がってきた要因の一つとして、まあ、海外の、ね、売上高が伸びているというのもあると思うんですけど、もう一つが五輪、もし無観客試合だったとしましょう。はい、そうすると、この期間って皆さん家でオリンピックを応援するじゃないですか。はい、そうすると、またこうね、巣ごもり需要がこうこの時期増えるんじゃないかということでね、一つ、こう、見直し剤が直近入っている可能性もあるかなと。だって、ロンドンの時とか、みんなポテトチップス食べてましたよ。グリコとは言われて。だからそれはおっしゃる通りですよね。はい、暑いからね、ジャイアントコーンなんかもね、売れるかもしれないですね。そうそう、アイスクリームもありますしね、はい、そうですね、はい、パピコとか違ったかな、まあ、詳しいですね、お客さんのことでもこれテクニカルで見てもやっぱ割れ込んできたのがダブル底で戻してきてるっていうのはやっぱ その背景ってやっぱありますよね。はい、もうその海外の期待もあると思うんですが、やはりそれだけこう日本株がやっぱり底堅く動いてるっていうことが、ね、背景にあると思うので、はいはい、業績もさることながらテクニカル面でのこのトレンドというのも合わせて見ておきたいタイミングだろうなと、こんなふうに思っています、はい、イビデントグリコ覚えておきます。ありがとうございます、はい、木原さん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。この時間は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんにお話を伺いました。